皆様、こんにちは。本日はですね、前回に引き続き、自動車の自己診断機能、ダイアグノシスですね、を実際に利用してですね、車両の異常箇所をですね、点検するってことをね、やってみたいと思いますが、正常な状態に戻してから、フォルトコードはね、消していただくっていうのがね、重要でございますので、インパネの方にですね、ついてる警告灯を消すだけではね、やっぱ車検をする上でもね、あまり良い状態ではございませんので、しっかりと整備、点検をですね、最寄りの整備工場でしていただくっていうのはね、前提となりますが、実際は難しい部分でもあるにせよ、最近はこのようなですね、ツールがですね、ございますので、どれぐらいね、修理するのに費用がかかるのかとか、そういう推測にもね、なりますので、一つね、こういうこともできるんだぞということを覚えておいていただくとですね、今後、もしかしたら、車両がですね、異常を起こしたときには、何かのね、方向性がね、見出せると思いますので、今回はですね、実際にこのツールを使ってどんな風にフォルトコードを消せばいいのかみたいなことをね、やってみたいと思います。はい、それではやってみましょう。それではですね、今回は実践編として一番よく壊れそうなとこからいきますね。これは私の車には特に多いんですけどね、この水温センサーっていうのがね、あるんですけどね、こことこちらにもあるんですが、この水温センサーが壊れたと仮定してですね、どんなことがコンピューターの方に指令がいくかっていうのをね、見てみたいと思います。はい。そしてね、こいつね、こんな感じでコネクタをね、抜いてみました。はい。それでは、実際コンピューターの方を見てみたいと思います。それでね、一旦ね、ちょっとね、イグニションをオンにしていただいて、コンピューターのチェックを入れるわけですね。で、この時に一回エンジンがかからないとストアされないモデルもございますので、この辺はちょっとセンサーを外した状態でエンジンかけるとね、またややこしくなるので、参考ぐらいにね、お考えいただくといいと思うんですけども、そうでなくてもストアされる場合もありますので、アクセサリーの位置でね、構わないので、一旦アクセサリーの位置にキーをしていただいて、で、ここで、一回ね、エンジンの方をチェックかけていただくと、多分ね、コードがね、ストアされておりますので、で、これでリードコードで、どうでしょうか。ね。これがですね、実際、今、作り出した症状でございますが、エンジンクーラントテンプセンサー G62 番。シグナルトゥーハイというふうになって、で、この P0118 って書かれてますが、この P っていうのはですね、パワーユニットの P ですね。で、この118番目の項目がおかしいよと。で、これは OBD の規格で決まってる数字で、で、各社ね、昔はね、これがバラバラで、で、このワーゲンに関してはこの KWP1281 かなっていうのが、とか16502とかね、ここに独自のやつがありますでしょ。で、こういうのが読めないから、こういうね、専用のやつがね、あったりするわけでございますが、この辺がね、各社バラバラだったのが、現在はですね、少しずつ少しずつっていうか、かなりも統一されて OBD2 という規格になって、それが絶対に車に搭載してくださいねという方向で決まってるんですね。で、症状としてはこのエンジンクーラントテンプセンサー G62 というところがシグナルトゥーハイですよと。で、これはセンサーを抜いてる関係で、センサーのね、抵抗が全くない状態で回路の方に返ってるということでございますので、もうセンサーがね、いっちゃってんじゃないのというふうに判断して、コンピューターの方がこの診断機の方に表示してくれてるわけですね。意外に簡単でしょう、こんなのね。で、この
まあ、イレースコードっていうのをですね、押していただくと、これで完全にこのコードは消すことができます。で、この場合ですね、このイレースコードっていうのをやると、この過去にですね、溜め込んでたやつが全部消えてしまいますので、これでね、またここから走り出して、で、またしばらく経ったらですね、ちょっとつけてみて、本当に異常が消えたかどうかだけでね、もう一回確認していただくというのがいいと思います。これ私の場合はこれ、今ちょっと皆さんにお見せするために消さずにですね、取っておいたものでございますので、まあ、こういう一連のものがイレースコードというボタンを押すことによって全部消えますよということでございますね。次に、このガソリンを噴射するためのね、インジェクターっていうのがあるんですけどね。で、このインジェクターのケーブルを抜いてみて、どんな風になるかっていうのをね、見てみたいと思います。先ほどですね、インジェクターに電気をですね、送らないようにした場合はですね、こんな感じで出るんですね。先ほど切ったのは3番と4番のシリンダーのインジェクターなんですけど、ここにですね、フィエルインジェクター4シリンダー3スタティックっていうふうにね、書いてありますね。スタティック、これはですね、完全に止まっちゃってるよって意味なんですね。静止してますよという意味なんですよ。で、ちなみにですね、前別の案件でちょっと出ていたフィエルインジェクターのトラブルで、こちら2番、まあ、ちゃんと動いてるんだけども、ここにですね、スポラディックっていうふうに出るんですね。このスポラディックっていうのは散発的なとかね、いう意味なので、ここでですね、こう、違いがちゃんと出るようになってるんですね。こう3番はスタティック、2番はスポラディックという、こんな感じでですね、違いをですね、しっかりと教えてくれるのも非常に便利なので、なんかね、走っててガタガタガタとかね、しちゃう場合があるんですよね、インジェクターとかだと。そうすると、じゃあどこら辺がおかしいのって言って、さっとね、一応各気筒ごとのですね、違いをちゃんと教えてくれるという、まあ、非常に便利なね、機能がありますね。こちらのマーク、あんまりね、見たことがないかもしれませんけども、これがSRS エアバッグのですね、警告灯なんですね。で、これはまあ、重要な保安部品でございますので、万が一ね、壊れた時は、まあ、こんな感じでですね、ちょっと点検してくださいというワーニングが出るわけですよ。で、このワーニングっていうのは、まあ、一般的なね、ツールではちょっと消しにくい場合があるんですね。で、これはやはりちょっと危ないもんですからね、エアバッグは。異常があったら、もう必ずディーラーとかで、専門工場で点検をしてくださいねという意味で、消しにくくしてるんですよ。なので、まあ本当にね、ちゃんとした診断機がないと消せない類のもんなんですよね。で、まあ、これはツールにもよるもんですから、まあ安いやつでもね、消せる場合がございますので、今回はですね、ちょっと無理やり私が勝手にですね、このように異常事態を作り出して、で、どんな風にフォルトコードが消せるかっていうのを実際にね、やってみたいと思います。ただ、SRS エアバッグに関してはですね、やはり危ないでございますので、絶対にね、整備工場でしっかりとね、点検をして、このフォルトコードを消すということが一番望ましいでございますので、とりあえずはね、まあ、異常が出た時に、一体何なのかなというのをね、確認するということぐらいにね、とどめておくのがいいと思います。まあ最近は誤爆だとかもね、あったりとかいたしますので、まあもともとがそれ自体がね、ちょっとすごいね、物でございますのでね、まあ爆発して膨らむやつですので、やっぱりメーカー側も気を使っておりましてですね、これは
私は勝手にですね、座席のエアバッグのケーブルを一回抜いて、もう一回刺した状態なんですね。で、エアバッグ自身はですね、そのケーブルの接触不良とかでもこういうふうな警告灯が出たりする場合がございますので、例えば、座席をね、外して、本格的にお掃除したいっていう場合とかにね、絶対に外さなきゃいけない箇所になっちゃうもんですから、知らずにね、外すと、この警告灯がずっとつきっぱなしになるんですね。で、一度ね、何かあったんじゃないの？ということで、ディーラーの点検をしっかり受けてくださいよ、という意味で、消しづらいようになってますので、私はね、今持ってるやつは、この部分も消すことができますので、ちょっとね、一体どういうふうになるのかっていうのをね、実際に見ていただくといいと思います。で、これで、まずは選択で最初に Y を押すんですね。で、このフォルクスバーゲンアウディを選んでいただいて、で、ここにですね、エアバッグという項目がございますので、まずはこのエアバッグをチェックしてみましょう。で、リードコードですね。で、サイドエアバッグ、イグナイタードライバーサイド、スポラディック、バリューオブリシスタンス・トゥ・グレートになってますね。で、これ今、ケーブルをですね、外したもんですから、抵抗値がですね、すごい上がっても、その信号が来ないんじゃないかっていうね、ことを意味するんですね。で、しっかりとですね、こうやって、サイドエアバッグがおかしいよっていうことをすぐに感知してくれますので、実際ね、古くなってくると、座席を前後させたりして、ちょっとね、振動が加わったりなんかすると、接触不良でね、こんな風になっちゃったりする場合もございますのでね、エアバッグ自身は正常なのに、周りの部分から異常が見つかるっていうケースも結構ありますので、ここから、今度はノーっていうのを押していただいて、イレースコード、というふうに。で、イレーストラブルコード、Are you sure？ と。消しちゃって大丈夫ですか？って。で、それでは、イエスボタンを押しますので、どうなるか見ててください。で、今、イレースされました。と、こんな感じですね。ちゃんと消えるんですね。で、これはですね、ABS とかもね、該当するんですよ。ABS のセンサーとかがね、壊れて、ABS が、ダメよとかね、センサーだけじゃなくて、ポンプとかですね、あるんですが、そういうのも含めてですね、インパネルのところには警告灯がつきますので、この辺のね、重要保安部品もちゃんと消せるっていうやつをですね、お選びいただかないと、ちょっと DIY ではね、なかなか難しいという部分もなきにしもあらずでございますので、特にね、エアバッグとかは危ないので、仮にですね、診断機とかをお持ちで、そいつがたまたま消せると、で、フォルトコードを消しましたとなったとしても、やっぱりですね、誤爆の恐れももちろんありますので、しっかりとですね、その後様子を見て、また再度ね、すぐにエアバッグの警告灯がつくようであれば、もう絶対に交換をしなければいけないというふうにお考えいただくといいと思います。で、作業が一通り終わったらですね、もう一度このシステムの中に入ってですね、で、このリードコードっていうのをね、押して、もう一回異常ないかを確認すると、今度はもうコードを消すとですね、ノーコードはストアードインザモジュールというふうに出ますので、もう先ほどのエアバッグの異常はこれで一応解決されて、で、もともとは異常はございませんので、接続がうまく回復すればですね、こんな感じで正常に戻るぞということでございます。でね、先ほどは実際にはエアバッグがね、壊れてるんじゃないかというようなことを演出してですね、フォルトコードを消してみましたが、通常ですね、フォルトコードが出てなくても、
まあ、ちょっとチェックしてみようかなとかってね、思っていただくとすごくね、まあ、自動車も健康でいられると思いますので。でこの ABS 一回テストしてみましょうか。で実際にはですね、このように ABS はね、この100って書いてあるあたりに出るんですよ。で一回ね、今チェックボタン押しますね。そうするとね、多分ねパッとねつくと思いますんで、今ねちょっとチェック中で、今はチェック中でございますね。でこれで今 ABS がチェック項目になったよっていう、車側が応答してるわけですね、はい、で現実にじゃあ何かありますかということでチェックをしてみれば、もう ABS はノーコーズアストアードインザモジュールということで何もございませんということですね、はい、でまあちょっとこのように ECU の方にもアクセスしてみてですね、まあこんな感じでシャキッとですね返事が返ってくれば、もうコンピューターともねちゃんとうまく連動されてますよっていう意味合いになりますので、全体的な劣化もね今のところはねないんじゃないかっていうことが推測できるんですね。まあ、こういうチェックでインフォメーションね、この ECU のインフォメーションが返ってこない場合は、もうなんか接続点になんかおかしいなことが起こってるんじゃないかとか、本体がね本当に壊れてるんじゃないかってことが推測できるので、まあこうやってねたまにねつないでね見てあげると、各モジュールですね、こういうふうな車を構成しているような箇所のパーツのねチェックにもなりますので、一つ持ってるとそういう点ではねすごく便利ですね。電気はね目に見えませんのでね、この辺が悩ましいところでございますけども、まあこれがあれさえすればこんな感じでですね、目で確認することが一応はできるぞということでございます。はい、ということで本日はですね、まあ実際のねフォルトコードを消してみましたが、このねエアバッグに関してはやっぱりすごく危ないので、まあ昨今ですね、そのご存知だと思いますが、一つの会社がね大変なことになるぐらい重大な事故がね多発しましたので、まあ車両メーカーの方もですね、このエアバッグに関しては特にね気を使って、コンピューターの方でも線をねすぐ差し直したとかそんなぐらいでは復帰しないようにね設計されてますので、実際にはちゃんとした診断機でフォルトコードを消さないとダメでございますので、あんまりね安いやつでは消せないようにはなってるんですよ。でただ今回の例のようにエアバッグの警告灯が万が一ついた時にはですね、まあご自身で一度、まあどんなもんかと思ってこういうので、まあお楽しみじゃないな、お試しをしてですね、まあどんな感じでエラーコードが出るのかなとかってやっぱり見たい場合もございますので、実際はねこうチェックをするっていう上ではねいいと思うんですけど、まあ重要保安部品でございますので、まあ仮にですねここでフォルトコードをね消すことができたとしても、最終的には本当にエアバッグ自身がですね調子悪ければまたつきますので、その場合はですねディーラーでしっかりとエアバッグ本体のねチェックをねかけていただくと。でこの ABS に関しても同じでございますからね、やっぱブレーキでございますので、もう何はともあれブレーキではございますので、万が一ね異常があった場合はしっかりとチェックしていただいてですね、安全をですね確保していただくということを心がけていただきたいと思います。はい、ということで本日はですね実際のフォルトコードをですね消してみました。ありがとうございました。